どうも、ヌヌです。リスガイア 2PC 続きをやっていきたいと思います。セーブしとこう。前回の終わりで3話に入り、今回はその続きと、あと花子の実験をやりたいと思います。ふん、そうじゃねえ。お前今考えてるだろ。こっちはゼノンの呪いがこれ以上強まる前に何とかしなきゃならねえんだ。お前だって早く父親のところに帰りたいだろ。だったらもっと真剣にやれよ。アデルさん、無理やり姫様を召喚して道案内を頼んでおきながら、その言い草はちょっとないんじゃないですか。悪魔に正論を言われるとは。そんなにゼノン様に会いたいなら僕を案内してあげますよ。まっとも、ゼノン様と戦うなんて度胸が本当にあるならの話ですけどね。宣言撤回するなら公表受付中ですよ。誰が撤回なんてするか。俺はゼノンを倒す。こりゃピンク、ソチに任せて大丈夫なんであろうな。大丈夫ですって。姫様はアデルさんを亡き者にするために僕を仲間に引き込んだんでしょ。そうじゃ、お主の悪知恵に期待しておる。だったらピンクにお任せあれですよ。見事期待に応えてみせますってば。さあ、3番目のここに行きますかね。なんかすごいとこに行ったな。ねえねえアデルさん、ママさんってなり損ないの人間なのにすごいサモナーですよね。うむ、世も驚いたぞ。人間の中にあれほどのサモナーが存在しておったとはな。ま、あれでも若い頃はそれなりに有名なサモナーだったらしいからね。本人は自慢なんてしねえけど、村の人たちから聞いた話じゃ、昔は貴族や王族からも依頼を受けるほどだったそうだ。ほう、召喚術は独学で身につけたのか。だいぶ前に親友から教わったって言ってたな。ゼノンの呪いのせいで昔の記憶が薄れてよく思い出せねえみたいだわ。なるほどな、貴様にとっては自慢の母親というわけじゃね。しかしあれほどのサモナーに術を伝授したのなら、その親友とやらはよほどの術師よね。ゾンビが湧いた、大量に湧いた。味方ダメージ 20% の侵食、侵食してくる前に倒すべきだな。ピンポンダッシュ、ピンポンダッシュはもう死後っちゃ死後だよな。ピンポンダッシュしといて、アルバースはこっちかな。狙っといて、とりゃ反撃。
まあまあどうかな。でいけるか。あまりいい場所とは言えねえが、ここらで腹ごしらえするか。アナコが作ってくれた握り飯があるんだ。お前たちも食うだろう。無礼者。このような場所でレディを食事に誘うとは、礼儀というものを知らぬのか貴様。そうですよアデルさん、こんな汚いところで姫様ともあろうお方がお食事なさると思ってるんですか。じゃあ食わねえんだな。いただこう。食べるんですか姫様。せっかく花子が作ってくれた食事を無駄にするわけにはいくまい。それに世は腹ペコじゃ。ほらよ、これが握り飯と申すものか。初めて見る食べ物じゃな。なあリンク、何ですか姫様。握り飯なら分けてあげませんよ。そうではない。この作戦まことにソチに任せておいてよいのか。なんとこれはいなこと。僕めちゃ傷つきましたよ。このティンクが信用できないと。率直に申して全く信用できん。信用できないんだ。いいこと、あっさり言いますね。いいでしょう。なら説明しましょう。この沼はここら一帯では有名な危険区域。中でも恐ろしいのは固有種の魔物です。年を経た者になるとレベル100以上の強者もいるとかいないとか。未確認の UFO なのですよこれが。早い話が、その魔物にアデルさんを食べさせようという作戦です。僕たちはもちろん戦わず、スタコラさっさとトンズラします。なるほど、ソチもつくづく悪いよな。いえいえ、姫様ほどでは。父上に反逆する者には死あるのみ。あやつ自身も望んで戦いを挑むのじゃから、死することになっても仕方あるまい。だがそうなれば太郎と花子はどういう思いをするじゃろうな。はい、で、飛行機の安全地帯。まあ今気づいたんだけどよ、なんでゼノンがお前を助けに来ねえんだ。お前が行方知れずになってるのはとっくに分かってるはずだろ。それなのになんで世界中で大騒ぎになったり追跡者が現れたりしねえんだろうな。貴様、世を愚弄するか。世が本当は魔王ゼノンの娘ではないとでも申すつもりか。何言ってんだお前。父上は世を何よりも大切に思ってくださっておるのじゃ。世のためだけに建てられた美しき屋敷、世のためだけに作られた調度品の数々、世のためだけに働く召使いたち、そして毎日のように送り届けられる花束と贈り物、全てが世のためだけに与えられたものなのじゃぞ。こんなことは魔王ゼノンともあろうお方が他の誰に対してするというのじゃ。申してみよう。何怒ってんだ。誰もお前が娘じゃないなんて一言も言ってねえだろ。変な話だな。貴様が無礼なことを聞くから悪いのじゃ。さて経験値 50%、 ヘル 50%、 パンの 50% は美味しいな。ここはもしかしたらレベル上げの狩り場として使えるかもしれない。
あれが動いたとしても別に問題ないしな。一つ聞いてもいいか？なんだよ。まださっきのこと怒ってんのか？また無礼なことを聞くつもりか？そうじゃねえよ。魔王ゼノンってどんなやつかと思ってよ。伝説ばっかりで本物のゼノンを見たやつが一人もいねえから、どんなやつなのか想像もつかねえんだよな。それは父上は優しいお方じゃ。常に大いなるお力で世を守っていてくださる。あれほど立派なお方は他にはおらぬ。ティンクはどうだ？僕、直接はお会いしたことないですけど、とにかく恐ろしいお方らしいですよ。逆らう者、命令を果たせる者は誰であろうとも容赦なく処刑する残虐非道さ。まさに魔王ってやつですよ。またえらく対照的な意見だな。魔王神と恐れられるゼノンも、娘にだけは甘いってわけか。意外に親バカなんだな、ゼノンは。貴様、世だけならまだしも父上を愚弄するのは許さぬぞ。そうじゃねえって。ゼノンみたいな悪魔にも親子の情があるんだなって驚いただけだ。悪魔にも家族ってもんがあるんだな。そうか、貴様もそう思うか。なんだよ、あんまり近づくなよ。貴様の申す通りじゃ。父上は世を愛してくださっておる。それは世と父上だけの特別な絆、父と娘にだけ許された大いなる愛なのじゃ。まあ悪魔にも愛情があるっていうのはよくわかった。
だが、その父親を俺は倒さなきゃならねえ。ちっ、こんな話聞くんじゃなかったぜ。倒しにくくなっちまうじゃねえか。はい、というわけで今回の花子の召喚実験、もう一人の王女ましょう。よその国の王女様呼び出したいなんて言ったんでした。魔界は無数にあり、国や文化も様々。世の他にどんな王女が、王女や姫がおるかと興味が湧いた。なるほどね。この間召喚したサファイアも王女だろ。他にもまだ見たいのか。あいつのような武闘派は邪道じゃん。姫というのは世のようにしたい、ひとやかであり、作法も完璧で、誰もが羨む、見てるものほど言う。世の姫たちの名誉回復のためにも、今度こそきちんとした姫を召喚せねば。お前みたいなのがたくさん来ても余計な苦労が増えるだけなんだが。それぞれに準備できたよ。あと一つ材料を入れるのと召喚するお姫様の性格が変わるの。え？これを入れると性格がおしとやかになって、じゃあこれでも入れるかな。それを選ぶと、誰が出てくるんだ。そばにあった像みたいなのを入れたのじゃ。呪いのアイテム。あれ？この子は？ラピスルに出てくるキャラクターじゃない？これ。ダークエクレール、パプリカ王国女王。ラピスルじゃなかったっけな。ボーナスが大きいから連携した方がいいね。
ゲージの見たかった。ゲージ2500は大きいけど。最後に入れた材料がちょっとダークな方向だったんだね。つまり我が他の国の王女を見てみたいという理由で花子に召喚をお願いしたのじゃ。だが世がヘンテコなものを入れたばかりに関係のないお主が召喚されてしまったようじゃ。本当にすまなかった。ダークエクレールが仲間になった。ってのがすごいよな。剣を装備させるべきか、それとも槍の方がいいか。いや拳も B だしな。てかステータスが高い。あ、欲しいな。ルーズは4か。買えるようにならないかな。あ、これだ。49%。
49以上が欲しいけど出てくるかな。46が多いな。50% 来た。 10% は出たけど戻っちゃった。47、48、50% がいっぱい来たけどな。47で行ってみよう。反対。これで靴買えるようになったね。まあ武器何にするかな。チャームシールか。なものを取らせてみよう。な感じで。スリッパ系は本当使い勝手がいいので。メインで使うキャラクターに関しては全員装備させたいんだけどお金が足んないな。はい、というわけで今回ここまでにします。次回続きをやっていきますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。毎日18時更新中、最新動画もチェックしてね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。